はい、こんにちは、歩き時給です。今日ご紹介するアイテムはこちら、スロープランナーですね。これね、まあ、ゲレンデのところですね、これね、ペンション的なね、まあ、ホテル的なところをですね、経営していきましょうというですね、ダイスプレスメントゲームでしたが、これの拡張セットですね、スロープランナーニューシーズンですね、こちらの方がですね、新しく出るということなので、これね、あの開発のプロトタイプ版を今回お借りしてきましたので、中がね、どんな風に増えたのかというあたりですね、概要をね、ご紹介したいというふうに思います。The Game Gallery。はい、こちらですね、スノープランナーの基本セットを出してみました。まあ一応ね、こちら拡張セットねご説明する前に、ちょっとだけね本体の方ですね、振り返ってからご説明した方がね良いかと思いましたんでね、基本セットの方を出してます。ただこれご説明用なので、かつカードの枚数なんかねだいぶちょっと省略して置いてありますんで、まあおおよそと思ってください。で、元々のスノープランナー、これがね各個人ボードになっていまして、これが個人のですねホテル、あるいはペンション、まあそういうところなんですね。で、こちらのところにねゲスト、お客さんがやってくるので、まあどんどんお客さんをですねこう招いていって、1泊2泊3泊ってね、最大3泊までしてくれるんで、そこにね宿泊してもらうことによって、さまざまな報酬、あるいは勝利点、あるいはですねさまざまなリソースをもらっていきましょうと、こういうゲームだったんですね。なんで自分のところにですね設備を良くしてお客さんを呼んでいき、そこの報酬をもらいましょうと、これはこのゲームのコッシーですよね。で、ポイントになるのはこれダイスプレイスメントですね。ここの方で自分のダイスがありますんで、これゲーム振らないんですね。振らないので、このダイスをですね手番になったらこちらの方に置いておく。置いておくところは1、2、3、4、5、6、7、8、およそ8箇所あるので、ここのどこかに置くということなんですね。で、置いたところで、そこのところのパラメーターですね、つまりダイスの目によってできる内容がちょっとずつ違うというのがポイントなことが一つと、2人目以降は同じダイス目以降であっても目が小さくなってしまうというのがミソなゲームだったんですよね。なので、例えばこのゲームの主な資源っていうと、雪、パン、チケットというのがリソースで、これいいねなのでいいねゲージが上がるっていうね、この1、2、3、4というね主なところのパラメーター系ですけども、ここだったらもちろん雪がもらえる、パンがもらえる、自分のいいねゲージが上がる、そしてこれはチケットがもらえるというところなんですが、それぞれ例えば雪であれば1、2だったら1個しかくれないですね、1回置いてもね。で、6とか置けば一気に5個ももらえちゃうとかね、これ大量にもらえるわけですね。値が大きければ大きいほどたくさんもらえますよと、こういうカードになってますね。で、同時にこちらの方がイベントカードっていう強力なカードを最初からゲーム一定数持っていますし、そうしたイベントカードをプレイするというところが入っていますので、そうしたのをプレイすることによってさまざまな能力を得ると。で、これをプレイするときに先ほどのパンが必要だったりとか、いろいろな条件がありますよということなんですね。で、そこのところがここね、主にカードをプレイするというゾーンがここにありますし、こちらの方に入っているのが新しいゲストですね。置いたところの数字によって1番から6番までのどこまでのゲストをお誘いできますかというのが決まっているとね、こういうゲームなんですですよね。もう非常に分かりやすいですね。資源が得るところが4箇所、カードをプレイできるところが1箇所、そしてこちらのところは新しいゲストをお呼びすると、こういうことですね。で、真ん中にここに書いてるやつがいわゆる勝利点に直結するやつで、ほにゃ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 を払えってやつですね。これとこれとこれを払えばですね、8勝利点もらえますよってね、非常に明瞭なですね目的達成型になっていて、これが達成できると自分の裏面のところにポカッとこうやってくるんで、後でここにダイスを置ける特殊な空間もできますよというのが、この真ん中、主に勝利点に変換できるところだったんですよね。で、プラスここの最後に余ってるところは、ここに置いておけば何らかもらえる上に手番順が変わると、こういう状況でした。おおよそこれがですね、基本セットの中身だったんですよね。じゃあ拡張セットになっておおよそ何が変わるかということなんですけども、もちろんこれプロタイプなんでね、まだ修正入るかもしれませんが、まず変わったのはこちらですね。で、一気にだいぶ変わったような印象を受けられると思いますけども、ちょっとずつご紹介すると、まずこれパッチが当たったんですね。筋の中身がだいぶ変わったてしまいました。カードをもらえたらですねプレイできるっていうところが若干変わってるので、カードをね結構もらえるような方向にパッチが当たっています。もちろんね、これコンポーネントはね、これプラスチック貼ってる、これテスト版なので、もっとしっかりしたのもね本物なのと思いますが、細かい修正が入りました。ボードにですね、プラス個人ボードの方にこちらの窓ですね、これを集めたらっていうのがあったんですけど、これも修正がかかって変わってしまいましたということなので、各種パラメーターが増えましたということと、なんだこりゃっていうことなんですけども、先ほどのゲストはですね、このねテーブルに時間を置きしていたものからここにぐーっとこう増えまして、置く空間が増えたということと、なんだここはということなんですね。これが何かと言いますと、ここのゲスト、これを取ってこっちに上げてた時に、このゲストの色は全然意味がなかったんですね。何の意味もなかったのですが、そこに意味があるようになりまして、そこのパラメーターが取った時に上がるということだったんですね。だからこれでオレンジのゲストを入れればオレンジのところの自分のパラメーター上がっていくということになったので、もちろん勝利点もついているので、狙った色のゲストを固めて集めていけば意味がありますよというふうに変わりました。で、
そしてこの紫なんですけども、紫のところはゲットすると即時的な報酬を得られるようになりました。これのところね、追加のカードも入っているので、ちょっと色のバランス変わったりしていますけども、単純な報酬を得られるという紫、そして同じやつを集めれば集めるほど勝利点が高まるということになって、今まで報酬しか見ていなかったこのゲストが色も見なくてはいけないというふうに変わったんですね。また、ここで上がるいいんですけども、このトラックなんですけど、これちょっとここにも増えてるんですね。15、20、25のところ、今の私の段階ではですね、15、20、25のところに新しいボーナス増えていて、ここまで上がることによってどっかのゲージも上げてもいいと、こうなったわけなんですよね。なので従来のところは何にも大きくはここまでは変わっていないんだけど、単純にゲストをもらうときに何も考えずにパラメーターのどの報酬がもらえるかな、どれだったら連泊してくれるかなっていうのを見ていたものから、どの色を取ったらより効率的に得点がもらえるかっていうのも勝負しましょうと、こういうことに変わったんですね。ゲーム中にボーンと収入があると、こういうことですね。合わせてこちらちらっと見えてますけども、こっちの方ですね、これですね、目標設定が入りました。早撮りになっていて、自分のダイスの目の合計が全部で10になるとかですね、いいねが10貯まるとか、6人ねゲストがチェックアウトするとか、これ毎回ゲームごとも変わりますけども、これの達成度合いによってゲームを終了時の得点が入る、そしてボーナスももらえるという、こちらの全員共通の目標ボードも増えました。つまりプレイは何も変わってないんですね。普通通り今まで通りプレイしていけばいいんだけど、プレイしていく方向性として、一つの色の方向、あるいは紫の汎用の方向というほどになるべく固めていった方がいいのかなっていう方向性、あるいはどうせ何かをしないといけないんであれば、こういう方向に進めた方が得点がもらえますよねっていう指針が大きく2つ入ったということが、この拡張セットのいいところなんですね。またここにあったプロジェクトカードは全部差し替わってしまいました。元のやつとは全部関係ないものに変わりました。ただしやることは基本的には同じになっていて、特定の何かを支払う、ただ今回カード捨てるも結構あるんですけども、何かを支払うと勝利点が得られるし、こういったゲストも得られるとかになっているので、こうした何かを得られる方向のところのここの目的カードは差し替わりました。これ何かっていうと、大事なのがこれ茶色ですよね。これの枚数かけるこのゲージとかになったんですね、茶色ゲージ。つまりここを特定の色をプロジェクトを集めてゲージを高めているとより得点が入るのが変わったんですね。なのでルール自体は先ほど言いましたように変わってないんだけど、ここのどうせやるんだったら自分のパラメーターが上がってるところのプロジェクト達成した方がいいよねと、こういう風に変わったと、こういう仕掛けなんですね。しかもこことここの相乗効果だけではなく、さらにこれにはですね、ここをほら窓がついてるんですね。従来ね、ここのところにね窓をどん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 置いていきましょうということで、様々なボーナスが得られることになったんですけど、ここにも置けるようになったんですね。結構ね、慣れてくるとここ全部パンパンになっちゃうことがあるので、さらに置けるし、ここにさらに窓を置いておけばここの掛け算にも使えるということになったので、非常に選択の幅が広がったという拡張になってるんですね。もちろん新しいイベントカードももちろんそれは増えてますし、新しいプレイヤー別のね能力カードなんていうのもガバッと増えてます。これね、これに応じたですね、特別なねタイルやなんかもコマやなんかもこちらの方に一定数入ってるので、キャラクターによって違うこともあります。上級ルール用のこれ、ね、めちゃくちゃ可愛らしいねアクリスタンドのこのもこれで、ね、ちゃんとルールついてるんですねっていうこともついてる。ボリュームアップ系もあるんですね。だってこれもルール増やしてません。基本的にコンポーネントのカード類やなんかの種類を増やすことによってバリエーションを増やしましょうという方向には行ってるということで、今回のこのスノープランナーの各社とニューシーズンの方は全体的なルール量を増やすというのではなくて、ゲストを取った時にその時のパラメーターがあります、狙うものを考えましょう、このプロジェクトの目標カードは単純に点だけ取るという方向だったのから、色の組み合わせも考えましょう、そして取ることによって置く窓の量も増えるので窓の置き場もパンクしませんよということ、そして各種のパラメーターについてはこれまでのデザイナーの経験等によって修正がされましたよ、共通の目標設定も入りましたっていう、基本的にはプレイの方向性を示したりプレイが加速する方向のバランスチューニングがされている拡張セットと言えるんじゃないかなと思います。もちろん私もプレイさせてもらいましたけども、非常にプレイの方は前と同じ感覚ですね。ただただあカード結構もっともらえるようになったなとか、あプレイしやすくなったなみたいなところが微妙なね調整がちょっとだけされているので、まあ、そこが快適だということと、まあ、ここの紫とかでね意外にもらえるんですね。あここちょっと便利だなというのがあって、ちょっとずつ便利な方に入っていて、ただ基本のスノープランナーらしさは何も変わっていないということで、元々のスノープランナーをお好きな方であれば、まあ入れることによって何にも問題はなかろうというね拡張セットの方になっておりましたということですね。まあもちろんね、このコンポーネントの作りやなんかはね、私これね本当にこれ今ね手作り版のねもう紙でノリで貼ったみたいなやつをねお借りしてきているんで、これ最終版にはこんなこと絶対ないと思いますけども、そちらのところは最終改善されると思いますし、バランスやなんかについてはもう少し
少しまだね変わる可能性もありますが、がとは言いながらですね、この状態でも非常に面白かったので、スノープランナー好きな方はですねチェックしてみてもよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。